2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が開始されたことは、即座に世界を駆け巡るほどの出来事だったよね。ロシア軍がウクライナを占領すべく攻撃を開始したんだよね。当初、ウクライナは数日で降伏するだろうとの見方が大勢を占めていたが、西側諸国からの情報提供、武器弾薬支援や士気の高いウクライナ軍の必死の防戦とロシア軍の作戦の稚拙さ、兵士の士気の低さにより、ロシア軍はウクライナ軍から多大な損害を強いられる事態となっているぜ。ウクライナ軍は、従来の戦車や戦闘機だけではなく、携行型兵器や攻撃型ドローンを巧みに運用してロシア軍への攻撃を続けているんだよね。ここで注目すべきは、近年、性能の進化が著しい安価で比較的小型なドローンによる攻撃が非常に効果的であるという点だな。ドローンによる攻撃は、運用側の人命に危険が及ぶことなく、安全かつ正確に敵に対して攻撃をすることができるからね。また、一機数十万円から数百万円程度のドローンによって、一両一億円以上の戦車や装甲車両を撃破することが可能であり、そのコストパフォーマンスは非常に高いものがあり、今後の戦争のあり方を変える兵器であると言えるんじゃないかな。さて今回は、そのドローン無人航空機を自衛隊でも導入を検討していく流れになっているようだから、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年3月30日の産経新聞に掲載された記事にて、防衛省は2023年度より、攻撃型無人航空機の運用について具体的な検討に入る旨の報道がなされ、注目を集めたよ。自衛隊ではこれまで、陸海空各自衛隊で各種無人機の運用を行ってきているんだ。日本の無人機としては、古くは大日本帝国海軍が正式採用した一式標的機まで遡ることができるけど、現在運用がなされているまたは運用予定の機体に限定しても、航空自衛隊では米国のノースロップ・グラマン社製の RQ-4、グローバルホークを近年導入し運用準備を行っており、それ以前にも国産無人偵察機として、2001年から2011年に開発が進められた無人機研究システムと呼ばれる機体が4機生産され、航空自衛隊に納入されているね。これは、F-15J イーグルから空中で射出された後、事前に入力された経路を偵察飛行して基地に帰投するという過程を全て自動で行える無人機ではあるものの、4機以上の量産がなされず、運用実績もそれほど芳しいものではないようであることから、実戦運用に頼る性能までには至っていなかったようだな。海上自衛隊においても2022年度予算で対空型無人機の試験運用を行うための予算を計上しているよ。ここで候補とされている機体としては、海上保安庁が先行して運用試験を行っている、米国ジェネラルアトミクスエアロノーティカルシステム社製のシーガーディアンであるとされており、哨戒機を保管する役割が期待されているね。先の産経新聞の記事によれば、防衛省は小型無人機の導入に向けて、調査費用として2023年度予算へ3000万円を計上するとしているよ。ここまで日本での攻撃型無人機の導入が遅れているのは、その故障に攻撃型と分類していることが、専守防衛の自衛隊が導入するのにふさわしくないのではないかというイメージが内外から湧き上がったことにあるんだよね。空母も攻撃型空母は導入できないけど、防衛型の空母であれば導入可能であるという、日本特有の意味のない議論の中に入ってしまっているってわけ。また、例えば潜水艦にあっては戦略型と攻撃型の2つに分けられる中で、日本の潜水艦は攻撃型潜水艦に分類されるんだけど、潜水艦については、日本領海内に侵入した敵艦艇を迎撃するという防衛的な任務を帯びているから、問題にされることはないんだ。また、日本では、潜水艦を戦略型と攻撃型という分類で内外に説明してなくて、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦のみ分類で呼称することで、原子力潜水艦に比べて自衛隊の通常動力型潜水艦の方が抑制的防御的な兵器であるとのイメージで発信しており、そういう面からも国内外の一部勢力に対する配慮が伺われるんだよね。しかしながら、そのような日本の防衛環境の実情とは関係のない、内向きのやり取りに気を取られているがために日本はここまで攻撃型無人機の導入に対して後手に回っていて、新兵器であるがゆえの新戦術及び戦略的な運用方針が不明確な点などを理由とはしているものの、内外の批判を恐れたことなかれ主義、前例踏襲主義が日本の行政政治に蔓延している結果でもあるぜ。このような中にあって、各国の動向から周回遅れではあるものの、攻撃型無人機の導入に向けた動きは歓迎すべきものではあるんだけど、攻撃型無人機の未来図として、人工知能を搭載して、偵察策的攻撃を全て人工知能による自律判断で行うという、機械が機械の判断で人間を容易に殺すという恐怖が国民にあることも事実だね。
これについては、防衛省だけではなく、政府として、国民に丁寧に説明をしていく必要があるよね。さて、日本では航空自衛隊が大型の無人航空機として、米国のノースロップ・グラマン社製 RQ-4 グローバルホークの導入に向けた準備が進められているよ。このグローバルホークも攻撃的には運用できない仕様であり、各種監視偵察任務を専門とする対空型大型無人偵察機なんだけど、このような大型機を自衛隊で運用できるようになることには今後のためにも大きな意義があるんだ。RQ-4 グローバルホークについて詳しく。RQ-4 グローバルホークは、全長 13.2 メートル、全幅 35.42 メートルの無人機としては大型の機体であり、大型機であるために航続距離は 22,779km、連続飛行可能時間は36時間にも及び、広大な日本の領海を警戒監視するには非常に有用な機体と言えるよ。このグローバルホークは、2022年3月12日に日本無形1号機2017年度予算調達分が、青森県にある航空自衛隊三沢基地に到着しており、今後、2018年度予算、2019年度予算の各年度調達分も順次納入され、航空自衛隊は合計で3機のグローバルホークを運用することとなるんだ。この航空自衛隊が導入したグローバルホークは、ブロック30と呼ばれるバージョンであり、導入に必要な諸経費をすべて合算すると総額約462億円となり、機体本体だけで1機あたり約128億円相当となっており、航空自衛隊が導入を進める F-35A ライトニング2よりも高額な機体価格となっているね。ここで問題となっているのは、航空自衛隊が導入するグローバルホークのバージョンがブロック30であることだよ。このブロック30は米空軍では20機運用しているんだけど、2022年中に全機退役が決定しており、その後は、新型のブロック40を10機運用する計画となっているんだ。このため、自衛隊と同様にブロック30を導入した韓国は、米国ですでに退役した旧型機種を運用することになり、消耗品等の部品調達やメンテナンスコストが増大することが懸念されているみたい。また、航空自衛隊ではブロック30を今後20年間にわたって運用する計画でいるが、日進月歩の技術革新が続く無人航空機を20年間も運用可能なのか、早期に技術的陳腐化が進まないのか、懸念の声が多く出ているな。事実、米国では2022年中に退役するんだから、導入時からすでに技術的に陳腐化している機体なのは事実だぜ。これは、陸上自衛隊が導入した新型攻撃ヘリであるアパッチでも同様の事態が発生しており、陸上自衛隊が導入したバージョンは導入時点で米陸軍では退役してしまい、部品調達も満足に行えなくなり、自衛隊でも早期退役が取り沙汰されてしまう事態に発展しているんだ。片落ちを買ってるって認識でいいのかな？それなら防衛省自衛隊は、二度も同じ鉄を踏む事態に至ったことについて、国民に釈明する必要があるのかも。また、今回のグローバルホーク導入はあくまで偵察型の導入であり、導入を検討する攻撃型無人機について参考となるか疑問の声も多く聞かれるんだけど、大型無人機の運用実績は、今後導入を予定する攻撃型無人機においても、小型だけではなく、大型の攻撃型無人機も導入しやすい環境が整うとも考えられるから、前向きに捉えても良いんじゃないかな。特に日本防衛においては、敵は海を渡って日本に侵攻してくるからな。ウクライナのように地続きであれば、歩兵が携行可能な小型無人攻撃機が非常に有用となるだろうが、日本の場合は、まずは海上を侵攻してくる敵艦船を迎撃すべきであるため、広大な領域を長時間飛行対空して、艦船を撃沈しうる強力なミサイルを搭載可能な大型無人航空機が必要となるだろうぜ。ウクライナ戦争においては、ロシア軍の戦車や装甲車両等に対して、トルコ製の小型の攻撃型無人航空機であるバイラクタル TB2 が猛威を振るっており世界的に注目を集めているけど、日本においては敵地上戦力の上陸を許す事態は、すでに防衛戦としては敗戦濃厚な事態であると言えるもんね。だからこそ、陸上自衛隊への小型無人攻撃機の導入促進も必要ではあるけど、より重要性が高い機体としては、海上の敵艦艇を攻撃可能な大型無人攻撃機であると言えるかな。これまでの日本は、攻撃型というだけで攻撃型無人航空機の導入を躊躇する風潮があったからね。攻撃型無人航空機の中には、敵に機体ごと突撃して自爆するタイプのドローンもあり、それを海外では神風ドローンなどと呼ばれているため、日本では導入しかたかったということも理解できるぜ。そうだね。しかしながら、無人航空機は運用側の人命を損なうことのない兵器であり、人命を重んじる日本にとっては非常に有用な兵器であることに疑いの余地はないよね。このような無人航空機の国内開発に対しても今まで以上の予算を費やす必要があると思うよ。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。